仁義。仁義。初めての日本マナー。レッスン1。お控えなすって。この動画では日本人の皆様はもちろん、初めて日本を訪れる外国人の皆様に向けて日本での正しいマナーをご紹介します。このマナーを仁義と言います。レッスン1では初対面の人との挨拶の作法について一緒に学びます。その挨拶をすることを仁義を切ると言います。ステップ1、訪問。訪問先に自分が訪れたことを知らせるサインです。ごめん、こう思います。いよいよ実践です。ここからは現代語訳の字幕をお出しします。英語版テキストをご購読の方はテキストブックの12ページをご覧ください。軒下の仁義、失礼さんでございますが、どうぞお先にお控えなすってください。仁義は失礼のないように玄関ではなく軒下で切るのがベターです。ありがとうございます。せっかくのお言葉を恐れ入りますが、手前当家の若い者でございます。どうぞお先にお控えくだすって。挨拶は目下の人間から先に行うのがマナーです。必ず自分のターンが先に来るように粘りましょう。それでは仁義がまかり通りません。手前旅中の者、お初にお目にかかるお兄さんにおかれましたが、くれぐれもお控えいただきたくお頼み申します。ご丁寧なるお言葉ありがとう存じます。それでは手前、逆位ではございますが先に控えさせていただきます。ステップ2、実践。いよいよあなたのターンです。ここで相手に伝えておくと良い内容は次の通りです。出身地、所属先、上司の名前、自分の名前。 Let's try。お控えくだすってありがとうございます。手前、小国としますは関東は神奈川、文明開化の名高い横浜にございます。親と発しますは渡辺一家東大渡辺佑、姓は斉藤、名は龍一。家業駆け出しの未熟者でございますゆえ、万端よろしくお頼み申し上げます。 Nice try。 しかし油断は禁物。次は相手のターンです。相手の情報を聞き逃さないようにしましょう。ご丁寧なるご挨拶をいただきまして恐れ入ります。申し遅れましたが、手前三代目矢崎一門東大矢崎幕に従います若い者、生命の義を松下周平と発します。粗骨者とは存じますがお見知りおかれまして、強行よろしくお頼申します。これでお互いの挨拶が終わりました。最後に姿勢を楽にするように促されます。それではどうぞお気になさらずお手を挙げなすってください。凝縮しながら従いましょう。お言葉に甘えまして、手前、お許しをこもります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは中へお入りください。失礼つかまつります。こうして、初対面の人への挨拶、仁義を切るはおしまいです。学校の職員室や会社の上役への挨拶にも活用できますね。次回、レッスン2、ごめんこむりますでは、宿先でのテーブルマナーについてご紹介します。予習、復習をしっかりと行い、正しい仁義ライフを送りましょう。それでは次回をお楽しみに。